はい、皆さんこんにちは。こんにちは。じゃあ今日も相手はもっくんです。お願いします。はい、お願いします。今日は何？今日はそうですね、プロ野球のタイトル、はい、タイトルな、はい、についてですね、まあ、首位打者、はい、ホームラン、打点、まあ、出塁率とかいろいろあるけどね、はい、まあ、ピッチャーは防御率とかもいろいろあるけど、はい、まあ、ちょっとちっちゃいの見えなくなったんで、メガネかけて。セリーグのタイトル争いからまず言っていきたいけど、はい、まあ、21日現在ね、まず首位打者が鈴木誠也、糸井、ビシエド、大島、青木、坂本勇人、丸、まあ、これが7人だよね、ベスト7。その中で鈴木誠也が3割3分8厘、2位糸井が3割1分4厘。これはどう考えても鈴木誠也が首位打者は取るなという。俺はね、3割3分8厘と3割1分4厘、はい、これはちょっと離れてるわ。もう1本のヒットでもうそんなに上がらんからね。ああ、まあそうですね。うん、回数が増えたら増えるほど。そうだね。だからまあ鈴木誠也が取るかなという。それとフォアボール80で、出塁率が4割5分3厘。やっぱ出塁率がいいっていうことは無駄な打席がなくなるということ、はい、でフォアボールっていうのは打率が動かないということ、はい、まあ、そういうことをフォアボールも取れるということを考えるとさ、やっぱりもう鈴木誠也が首位打者は取ってしまうかなっていう感じはするよね。その中で騒がれてる坂本勇人、三冠王いけるんじゃないか、はい、今現在ホームラン王です。32本、ね、32本でホームラン王だけども打率がちょっと厳しいかな。3割飛んで7厘。またショートやっててこっから爆発的に上げていくっていうのは難しいよ。そうですよね。しんどいわ。そうですよねじゃないんだよ。めっちゃしんどいんだって、もうこの時期。ただ優勝を目指してるじゃん、はい、だからもうそういう気はないと思うんだよね。もう勝つことしか頭にない。チームで個人というより、そうで打点80、2番で80打点だよ。現時点のホームラン、あの打点王が84というの、村上。あ、だからここら辺はやっぱこういい勝負していくよね。坂本選手も最初調子良かったんですけど、スランプがねちょっとあったね。ありましたね、うん、あったけどもしょうがないよあれは。いやだってだ、あの打順も動かされたしさ、はい、でもあいつしかこう動かせる器用な選手がいないんだもん。あ、だからまあそういう負担も抱えながら、はい、まあ、やってるから三冠王はちょっとね厳しいけど、うん、まあ首位打者鈴木誠也、ホームラン難しいな。坂本はホームランバッターじゃないからね。なんかそのイメージはあんまりないですね、うん、だから村上とか山田哲人とか、うん、まあここら辺はあのホームラン打ちやすいしね、はい、でプレッシャーがないじゃない今最下位のチームって。あ、試合に対して個人成績に走れるっていう、はい、走っても許されるっていうそういう状況にあるよね、はい、逆にチームもそういうタイトルを取って自信をつけてほしいとか、はい、そういうことに走ってるから、だからもう全然あのフリーに打たすよね。あ、で坂本ってやっぱりここで1点欲しいって言った時ホームランよりも右打ち確実にして打ちに行ったりとかしてるから、はい、まあ、なかなか難しいよねホームランっていうのはね。ホームラン王ってね、うん、現段階ではホームラン王だけど、でもこれで取ったら本当にスーパースターだよ。もうなってるけどね。まあそうですね、もう大好きな選手だし、はい、取ってほしいけどなかなかこうこっから厳しくなるかなって思うよね、うん、まあ打点、まあ、打点2番打ってるフリーサ村上が有力だけど、はい、だけどこれもまだまだ分からないけどね。でも村上はあの目つきを見たら取りそうな気もするよね。いややっぱりね、はい、勝負師だわあいつの目は、もう生きてるというか、はい、殺気があるというか、うん、いい目してる。だから坂本は優勝争いがいつ終わるか、はい、それによってまたこう変わってくるということ、ね、あ、もう確定したら気が楽ですもんね。やっぱり確定したらもう自分で自由に打てるようになるし、はい、そうですね、うん、でもまあチャンスはあるよねホームラン王争いの、はい、だからまあ現時点では首位打者は鈴木誠也が取るかなっていう。ホームラン王は坂本に取ってほしいと思うけどこれだけ頑張ってきたんだから、はい、ただ山田哲人が1本差、村上もいる、まだ30本に到達はしてないけどね、はい、あと外が30本。ああ、これ首位打者、優勝争いも絡んでるから、はい、そんなに自由には打たせてくれないはずだよ外もね。だから苦しむとは思うけど、
まあ、坂本、山田哲人、村上、その4名ですね。なんかそんな感じがするな、まあ、そんなあと目星のいないもんね。鈴木誠也は届かないだろうね、25本。あー、ちょっと差がちょっとあるな、7本あるからな、はい、でパ・リーグ1位は森、2位が吉田正尚で荻野。でもパ・リーグの場合は森か吉田正尚、3割3分3厘森、はい、3割2分6厘が吉田で、その後秋山がいるんだけど3割1分1厘。でもね、もう打数がいってすぎるわ、もう上がらないから打っても、うん、まあ、打たなくても下がらないんだけど、はい、森が立派なところが3割3分3厘の打率に対して得点圏打率がやっぱりリーグでトップなんだよ。へー、3割7分5厘、俺は立派だよ。それもキャッチャー、はい、よく打たれる西武のピッチャー、はい、でもここまでよく打ってる、すごいと思うよこれは。まあこの森と吉田正尚の一騎打ち、3割3分3厘、3割2分6厘、7厘差。あ、でも森は優勝争いしてキャッチャーもやってる、はいはい、吉田正尚は現時点では最下位なんだけどね、オリックス追い上げてるけど、はい、上を、まあ自由に打てるよね。確かにね、うん、気は楽だよね、はい、だからもう焦点ロックオンするのは首位打者だと思うんだよ。だからそういう意味ではまあ2人の争いだろうね。ユタマさん的にどっちが勝つと思いますね。森、ああ、逃げ切ります、このまま逃げ切る。森のやっぱ根性は半端ないって1回話したことあるの。へー。で首位打者がどうのこうのって言った時にどうしたらいいんですかねって言うから、俺は取ってないけど、はい、2位になった時に追い上げる時にとにかくフォアボールっていうことはあんまり考えない、うん、とにかく打って出るっていうことをやっぱもう守りに入っちゃうんだよね、はい、やっぱその率を守りたいからフォアボールでもいいや、ノースリーになったらもう打ちに行かないとか、はい、ね、スリーワンとかボールが先行してたら打ちに行かないっていう守りに入ってくるとこれ率が落ちる。あ、やっぱね、攻撃は最大の防御っつって、はい、打席でも攻めることだよ。なるほど。それができたら森が取れる。でもその姿勢が貫いてるよね、はい、多分。だから、ね、非常に森が有力。それと吉田正尚は、はい、やっぱホームランという色気もあるから多少やっぱりまだホームランを打ちたいとか、はい、そういうことになってくると打率もちょっと落ちてくるかなと思うし、4割2分2厘吉田正尚出塁率。だから吉田正尚もホームランはあるもののフォアボールもしっかり取れてるということだから、はい、あんまり打率は動かないよね。だからこの差を森が守れるかどうか、これはでも面白い戦いになった。確かにそうですね、うん、本塁打山川37、ダントツです。ダントツですね。ダントツだけど最初の勢いを感じたらさ、はい、もう60本、確かに70本いくんじゃないかって言われてたけど、はい、まあペースダウンしたけどね、まあここのとこ調子上げてきて、はい、昨日も2本のホームラン、まあホームラン王は山川硬いかなっていうふうに思うよね。打点99、山川。おかわり君がいいんだよね多分。おかわり君が91。ああ、いいところ行ってますね。これは俺いい勝負すると思うわ。なんでかというと、はい、やっぱ見てるとおかわり君の方がやっぱ勝負どころで強いわ。ああ、なるほど。打席数もだいぶ違うんだけども、はい、やっぱ打率とかそういうことを考えるとおかわり君と山川が一騎打ちになるんじゃないかなっていう感じがするよね。まあ、去年もそうだったんだ、山川と浅村が。へえ。だから西武の打線ってやっぱこう考えると、はい、やっぱすごい打線を持ってるよね。まあ盗塁王、盗塁王はあれかな、金子裕二。西武、西武すごい選手がいるんだよ、ね、多いですよね。だからこれはなんかもう決まってそうだな、なかなか追ってはいかないでしょ。まあそういうことで予想するとセ・リーグは鈴木誠也が首位打者、はい、本塁打を坂本取ってほしいな。取ってほしいですね、うん、だけど村上が取ると爽快だな、はい、確かになんか夢が膨らむね、はいはい、この選手に対して。そうですね。で打点村上が有利かなって思うよね、はい、でまあ出塁率は鈴木誠也が取るかなっていう感じがするね。パ・リーグは森と吉田の一騎打ち、でも森に取ってほしいなって、はい、まあ吉田はホームラン王を取ってほしいよ、首位打者とかいう。ああ、なるほどね、うん、森はやっぱこうあのキャッチャーで、はい、ね、よく打たれてよくしゃがんでるのに
よく振ってるということで守りにとってほしいし、本塁打山川、打点をやっぱもう調子上げてきたからね山川がね、うん、山川が行くかなと思いつつ、はい、岡原君が取ったらなんかカムバックみたいな、あそんな感じで、はい、まあいいかなと思ってます、はい、まあ、以上ありがとうございました。打者部門でした。